皆さんこんにちは、吉丸でございます。今回雑談ラジオの見るラジオ編ですね。まあ見るラジっていうのは昔よくやっていたんですけれども、写真を見ながら、ラジオをやってみるというような感じですね。でまあ僕は最近ね来てくれた方はわからないと思うんですけど、一応フォトグラファーというか、まあカメラマンというかレタッチャーというか、まあそういった意味でもあるので、まあ写真はいろいろもう何万枚も撮ってきて、何十万枚もずっといろんな写真を選別したりとか見たりとかしているんで、まあ一つね、写真の魅力というか、まあそういったことも含めて雑談していこうかなというような企画でございます。まあまた復活しようかなと思いますので、もし興味が良ければね、今後もいろいろな面白い写真とか、まあこんなことあったよみたいなね、出来事を喋っていこうかなと思いますので、よければ一つまあチャンネル登録でもして見ていただけたらなと思います。で僕もね今ねアップルティーってフルーツティーに最近ハマってちょっと飲みながら話そうかなって思います。じゃあ早速、こちらです。まあ本当にお正月もとっくに終わってしまいましたが、うちが、食べたおせちですね。うん。でまあ洋風おせちですね、これ。だからね、下、一番下のエビみたいなやつがあるんですけど、エビマヨなんだろう。これはかなり洋風的な味。エビマヨネーズチーズみたいな、チーズの味で、これが一番好き。一番下のやつが。で、右上は、ちょっと、あれですね、もうチョコレートケーキっていうか、なんでここにいきなりケーキが入ってくるんだみたいな。抹茶とチョコレートケーキ。まあ、これはもうだから好きですよ。でも、これ以外はね、あんまり食べない。はい。で、エビはね、こういう殻がついてるのとか、ロブスターとかそういうのがね、ちょっと苦手で、ほぼほぼ食べないです。なんていうのかな、桜エビとかもちょっと苦手で、カップヌードルとかに入ってるエビあるでしょう。あれは食べれる。あと、蕎麦とかのエビの天ぷらは大丈夫なんですけれども、なんかね、こういう殻の、エビというかが苦手なんですよね。あと左上に、塩辛があるんですけど、こういうのも好きかな。はい。その他はこの中ではあまり食べないかな。うん。じゃあ次行きましょう。あ、これは全体図ですね。先に全体図持ってきた方がよかったかな。まあいっか。まあ左上のなんだっけ、一番上の栗のやつ、これは美味しいよね。普通になんかモンブランみたいな感じなんでね、これはよく食べられるかな。あと黒豆もまあ普通に食べるかなと思いますが、その他はあんまり食べない。なんかね、例えば一番右の、料理とかはタコとかも結構お酢、酢漬けというかなんか酸っぱいお酢系料理っていうか、こういうのはもうちょっとあんまり苦手なんですよね。そんなに食わず嫌いとか好き嫌いが多いわけではないんですが、うん、おせちはあんまり食べないかな。あとはお雑煮ですかね、普通に。はい。うちの我が家の、おせちはこんな感じでございました。なんか割と、なんか高くついているみたいです。まあ僕は買ってるんじゃないんですけどね、親がなんかこれがいいみたいで、よく、はい、楽天かなんかでね、はい、買っておりますね。じゃあ次行ってみましょう。浅間神社でございます。まあ僕が一番好きな神社ですね。多摩川にありまして、まあ去年は、シンゴジラのまあ舞台ともなりました。僕は小さい頃からずっとこの神社が好きなので、たまたまですねシンゴジラの舞台になったっていうのもね、はい、よければぜひ一度、多摩川からすぐなので、シンゴジラのね、映画も見ていくとですね、ああ、ここかっていう風にね、なりますので、行ってみてはいかがでしょうか。で、まあ、浅間神社の、ね、ちょっと今面白いものが置いてあって、こちら。ね、ハート型の貯金箱。これめちゃくちゃ可愛いですよね。これ何かというと、まあ、一見その縁結びとか恋愛系の何かこう成就するようなものかと思いきや、この浅間神社ってね、結構安産祈願というか、安産の神社でも有名なんですね。で、親戚のおばさんがね、ここの浅間神社 で結婚式をね、あげたっていうのをこの前知ってびっくりなんですけど、はい、今ね、これがあります。はい。なんかね、
僕もね、別にそんな、なんか子供がなんたらっていう予定とかも全くないですし、なんですけど、ちょっとここにチャリーンとね、なんかお金入れちゃいましたね。可愛くて。はい。こういうのいいですよね。じゃあ次行ってみましょう。これね、お嬢船っていうんですかね。まあ、何かというと、まあ、鎌倉で有名らしいんですよ。お嬢船って検索すると、これが出てくるんです。鎌倉のこのお寺っていうか。で、何で持っているかというと、年始に SD カードかな、確か。ゲーム実況用の SD カードを野島電機に買いに行ったら、なんかね、くれたのね。箱があって、こう、おみくじみたいな箱だったから、あ、なんかこれおみくじやんのかなと思ったんだら、そっから店員さんがいきなりおみくじみたいなこう箱に手入れたから、あれ？それ俺がやるんじゃないの？って思って、そしたら店員さんがポンってこう、一つ、これを出して、ね、今年もちょっと、なんだっけな、なんて言って渡されたか覚えてないんですけど、ちょっと鎌倉の方で、そこの、お嬢船っていうものが、なんていうのかな、そう、ありますので、良ければ、今年一年、縁起がいい年になりますようにって、ご丁寧にですね、これいただいちゃったんですよ。で、何かなと思って、よくそのお嬢船っていうこの文字自体もわからなかったんですよ。パッと渡されたから。で、ありがとうございますって、もう財布の中入れちゃって。で、家帰って、その、じゃないな、お財布に入れた時に、なんか鉱物が入っている。この紙の中に。で、よくさ、おみくじで神様が入ってるのあるじゃん。ちっこい神様、なんか金色の。あれかなと思ったのね。よく見てなかったから。で、神様ってさ、なんていうのかな、処分っていうか、次の翌年に、その、お焚き上げとか、あ、これでも金属だからどうなんだろうって、あれ結構困っちゃうんですよ。なんかわかるかな？友人でもいました。はい。同じ人が。あ、だからまあ、いただけるのは嬉しいけれども、これ、来年どうやってね、まあ、じゃあ、お寺神社行くかとかって思っていたんですけど、家帰ってみて開けてみたら、なんと、五円玉なんですよね。しかもめちゃくちゃこれ、写真で見るよりもっとピッカピカです。もう新品同様。ただ裏見ると別に新品じゃないっていうか、だからこれはしっかりと洗って、まあ綺麗に清めているみたいな、そういった縁起物の五円玉なんだと思うんですよ。で、そう、野島に行ったら五円もらっちゃったみたいなさ、なんていうか お金を払ったらお金をもらったって、ちょっとこれ面白いなって思ってね、一応写真に撮っておいたものでございます。はい。で、この5円はどうしたらいいのかって思って調べてみると、まあ、財布の中とかお守りとしてね、こう持っていくっていうのもいいですし、僕はね、なんかね、見た記事では、もう使っちゃった方がいいと。世に流しておけば、またなんていうのかな、こう、お金の動きが回るからみたいなことが書いてあって、で、ちょうどこの後ご祈祷に行く予定があったので、僕はこの五円玉、もう神社の中に、お参りの時に入れちゃいました。はい、だから使っちゃいました。でもなんか、粋だよね、野島電機ね、こういうのね。まさか、お金もらえると思って、あと、実質五円引きみたいなさ、感じだよね。まあ、僕はね、別にこの五円は、まあ、ご縁がありますようにみたいな感じでお賽銭に入れたっていうような感じですかね。はい。では次行ってみましょう。急に画面が変わったというか、画像が変わったっていうかね、これつけ麺なんですけど、僕がね、一番大好きな、お店のつけ麺でございます。なんか美味しそうでしょう。めちゃくちゃ麺がもちもちしてんの。はい。で、これがね、豚豚豚とかいう、やつかな。まあ、豚骨っていうわけではない、あ、豚骨なのかな？のスープが右にあって食べるんですけど、で、ここのね、混ぜ麺っていう、こちら、スタミナ麺っていうのがあったんですよ。本当はこれが食べたくて行ったら、これがね、夏だけの限、あ、いや、夏じゃない、なんか限定で、たまにしかやってないらしいのね。で、行ったら終わっちゃったんですよね。そう、で、これがもう本当に美味しくて、食べに行ったらなかったんで、結局つけ麺にしちゃいましたけど、いや、これまた、復活したらもう、今度はいっぱい食べようかなと思っていて。で、これ、汁なしの混ぜそばって書いてあるから、じゃあ俺、混ぜそばが好きなのかなと思ってね、ちょっと今後、混ぜそばの、なんか、食べ歩きみたいなのもしたいなっていうふうにね、はい、思っております。次行ってみましょう。
こちらもラーメンで、ラーメン花月っていうところ、花月嵐っていうのが家の近くにあったので、はい、ちょっと食べてみました。はい、まあまあまあっていうところかな。まあ僕あんまりね、ラーメンってそこまで通じゃないというか、まあなんていうのかな、ハンバーグとかカレーとかラーメンとかさ、あの大好物ってそれぞれあると思うんですけど、僕はカレーが一番大好物なのね。ラーメン屋さんのラーメンも美味しいんですけど、俺なんかね、変わってんのかな、カップラーメンの方がね好きなんだよね。なんか普通のあのマルちゃん赤いキツネとかさ、カップヌードルとか、そういう方が好きで、だからこういった本格的なお店に行って食べても、まあもちろんスープとか美味しいんですけど、いやそこまでな、なんか600円700円払うんだったら、なんかカップラーメンの方が美味しいなっていうか、まあ、ちょっと変わってるんですよね。ただあのこういったやっぱりラーメン屋さんでも好きなところのラーメンはもう1000円とか出して食べたりします。はい、だから結構ラーメンの味に、まあ無頓着というか、逆にこだわりがありすぎるのかよくわからないんですけれども、まあでもラーメン花月さんももちろん、はい、美味しかったですが、このまんまじゃなくてね、こちらなんかね、ニラの唐辛子の辛いやつ、これ入れたらめちゃくちゃ美味しくなった。はい、こういうのをなんかさ、こういうトッピングみたいなやつで無料のやつあるじゃないですか。例えばまあカレーで言うと、あのココイチだとさ、福神漬けみたいな、あれめちゃくちゃ美味しいよね、ココイチのやつね、甘くないやつね。そうさ、こういうのでなんかこう割と僕は味付けちゃったりしますね。はい、じゃあ次行ってみましょう。家の近くにですね、ミュージアムというか美術館みたいなとこがあるんですよ。で、うちの町っていうのは、あの、まあ、先ほどちょっと浅間神社でね、シンゴジラの話もしましたけれども、まあ、武蔵小杉なので、一番最初にシンゴジラで戦闘始まる町が武蔵小杉ですよ。そこに住んでいるので、もう我が町は、もうシンゴジラムードが結構すごかったのね。まあ、今でもまだこうしてガチャあるんですけど、そう、それで、これはもう1月だったかな。はい、1月で友人と美術館に行ったら、シンゴジラガチャっていうのがあったから、ちょっとね、友人が引いたんですよ。僕も引こうかなと思ったんですけど、友人が、やるっていうから、もうそれでいいやとか思って、じゃあちょっと写真撮らしてみたいな、で何が当たったでしょうっていうと、この右上のね、シンゴジラって赤いやつを引いたんですけど、まあ、一番大当たりが出ました。はい、一発で。ね。結構やっぱり最近のさ、ガチャってすごく、よくできてるっていうかさ、で、こういう恐竜系とかさ、生き物系って多分海洋堂とかああいうのが結構有名だと思うんですけど、海洋堂ではなかったですね、今回のガチャね。はい。ただ最近のガチャって大きすぎてさ、こう、3つか4つにパーツが分かれていて、こう、重ねて組み合わせるでしょう。そうすると若干さ、やっぱりその継ぎ目が気になるっていうのはあるよね。まあしょうがないんですけれども。はい。まあでも最近ガチャって言ってもな、なんかさ、オークションで買っちゃう人もいるよね。爆死するよりはいいみたいなさ、なんか星ドラとかじゃないけど、そうですね。まあ、もう一発で少し高くても欲しいものをもう買った方がいいみたいなね。だからこういうのも、ね、なんか、オークションとかに売られちゃうのかな。まあガチャガチャの意味っていうとなくなっちゃうんですけれどもね。はい。じゃあ次行ってみましょう。まあ、シンゴジラの続きでね、なんか、こう、お皿の展示があって、ステンドグラスのお店がなんかこう作品として展示してあったものがあったんでね、これはゴジラのものですね。で次が、あれこれヒドラだっけ、なんだっけね、首が3つあるやつね。でこれメカもあったよね、これね、キングヒドラ、メカキングヒドラだから、ちょっとあんまりもう覚えてないんですけれども、これもちょっと一緒に撮ってみました。はい。でびっくりしたのがこちらなんですけれども、この、美術館のラウンジがあって、ちょっと、じゃあジュース飲もうと思って、行ったら、この、ジュースがないんですよ。その、なんていうの、この、押すボタンが。とか思ったら、これもう、液晶タッチパネルみたいになってんですね、今って。で、ちょっとね、その、お金入れるとジュースがバロンって出るんですけど、そこを撮ればよかったなと思って、この動画は、あ、ツイッターからちょっと引っ張ってこれるかな。
ちょっと見てみますね。で、もし流れていたら今は流しておきます。はい。流れてなかったらちょっと見つからなかったっていうことで。いいよね。なんかこういうの。いいよねっていうか、まあちょっとデジタル化も賛否あると思うんですけれども、面白いです。いろんな広告が流れるし、いやー、とうとうもう自動販売機もこんなデジタル化進んだか、みたいな感じでしたね。はい。で、そのラウンジなんですけれども、こういった感じで、持ち込みありなのかな、この辺よくわかんないんですけれども、ちょっと家の近くにこういったところがあるっていうのが、まあ、あるのは知っていたんですけど、入ったのは初めてだったんですよね。でもなんかこういう、僕ね、図書館の食堂とかああいうのすごい好きなのね。こういったラウンジっぽいので綺麗すぎないというかさ、うん、こういうぐらいの雰囲気がすごく好きで、まあこれは後日なんですけれども、ちょっとここでまったりしに来ました。気に入ったので、この場所が。で、午後の紅茶のミルクティーかな、を買って、のんびりしてるんですけど、こっからの景色がすごく良くて、まあ、窓もちょっと見せますかね。はい、もう武蔵小杉一望というかね、うん、この景色がすごく良くて、今後もこのラウンジにお邪魔しようかな、っていう風にね、はい、思っております。ということで、以上、ミルラジでした。まあ、一通りおせちとか、浅間神社とかね、まあ、お嬢船とか、ラーメンとか、シンゴジラとか、まあ、やっていきましたけれども、また、こういったミルラジ、もう写真は何千枚とか、まあ、ぶっちゃけね、大げさに言うと、そんぐらいありますから、どん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 いろいろなネタをね、こうして、見るラジオとしてやっていけたらなと思いますので、興味があったらまたね、ぜひぜひ見てください。あと、まあ、僕は写真でいろいろと活動しているっていうのもありまして、例えばこういう写真見るのが好きだよとか、写真撮るの上手になりたいという人がいたら、お散歩写真部とかもたまにやっているので、興味ありましたらぜひぜひ、声の方をかけてください。一緒にね、写真撮りに行ったりもできますし、はい、こういったら、写真のラジオとかもいいなと思っていただいたら、ぜひね、リアクションしていただけたら嬉しいと思います。ではでは、また次回もお楽しみに、雑談ラジオのミルラジ編でした。さようなら。